こんにちは、えー、週休予備校です今回はですね、えー、まだまだ続くから、引越これいつまでやるんですかね、よくわかりませんか、えー、今回は、はい、J2 ボロティス。徳島ボロティスの怪談新種ちょっと今回やりたいと思います。お願いします。今、いいですね。昇格、今年いけるんじゃないですかっていう、ちょっと期待を込めて取り上げてみましょう。で今回、テーマです。はい。笛語でポジション。これ、あの、この単位。 タイトルの前にあのポジショナルプレイについてね、ちょっと解説してるんですけど、まあ、そっち見ていただければって思うんですけど、まあ、めんどくさいですね。<laughs> これ、フェーゴでポジションってこれ、スペイン語なんですけども、まあ、これの説明もね、そのポジショナルプレイとかしてるんですけど、ロドリゲス式ポジショナルプレイ。まあ、別にロドリゲス式ってこともないんですけど、このスペイン初の,このポジショナルプレイをこのボルティスはやってますっていうんで、それについてちょっと解説しようと。で、監督さん。 もういいですね、この辺、基礎データなんですけどね。はい、リカルド・ログイス、スペイン。多分4年目ですね、多分ね。で、はい、夫人。一応、これ、ね、あのよくダゾーンの中継でね、夫人出てきますけど、どっちもありますね。一応、守備の時は4、4、2です。で、攻撃になると3、4、2、1っていうね。ただし、今回わざわざ取り上げてるのは、だけじゃないっていうのは、ちょっと取り上げたいっていうことです。で、これ、先日守備、えー、ミドルブロックからのプレスです。 時々プレスって書いてますねそんなに前から行きません徳島は一応ミドルゾーンにきっちりブロック組んでからプレスに行くっていうのが、まあ、ボルティの特徴ですで攻撃はポジショナルプレー、はい、今回のテーマですねで幅と深さの活用っていう話をしてますけどもそもそもポジショナルプレーってなんだよっていう人をですねぜひあの見ていただきたいってことなんですけど、まあ、簡単にこれ言うのがめんどくさいんですけどもビルドアップからですね相手をこう動かしながら 自分たちの立ち位置をこう変えてで、えーまあ、場所とか時間とか数的優位とか、まあ、いろんなものの優位性をこう作りながら、えー、ゴールに迫っていくっていうそういう大な説明になってますすのでで、まあ、そういういことですで今回「ボルテス200」れバージョン2.0っていうのがですねちょっとある時期から、えー、この、まあ、メンバーも含めてなんですけど、まあ、ちょっと形に、まあ、割とこう傾いてきたぞ。 っていうでこれはですね9節山形戦これちょうどこの前の8節8節ちょうどあの北九州ですねギラバッツに、えー、ちょっとアェン戦で負けてしまいましたねでその翌節、まあ、その負けとは直接関係ないんですけど山形戦ちょっとこの山形戦が非常に面白かったんですけどねこの時からこのメンバーでうまくいき、えー、そこからこう続いてるんですけど、えー、ポイントになるのはここです。対これは まさにここにしてる人は4四4 − 2 − 3 4 2の可変式、まあ、A から BB B から A ってこのこのまあイコールになってますけどねまあこれは基本的にこの後も変わりませんただ4四4 2の相手ばっかりじゃないですね J2 も3バックとかあるいは1トップないし3トップみたいなねいろんなチームがあるんでこの4四4 2以外の相手の時はこっちをベースにしてポジションアプレーやりますよって話なんですで具体的にまあこれこっちですねはい対4四4 2まあこれはもうずっと開幕から まあ去年からもねやってますけど、ま皆さんご存知の通り、4-4 2ディフェンスの時にはこの、立ち位置を合わせるってことですね、相手のね。そうしたら混乱少ないですから。まあもちろんこの渡選手が、トップ下のね、渡選手がまあ、行く場合もあるんですけど、ここにアンカーとかね、いるチームもあるんで、その時はスクリーンしながら行くとか、逆に百ャ選手がやるとかっていう、まあそういう細かいことはやりますけど、基本的には4-4 2ですね。で、攻撃になると、はい。 こういう、なんですか、反時計回りに人が動くんですね。で、特徴的なこの、この後ろのスライドです。右にずれていきます。右にずれてって、この右サイドバック、藤田選手を押し上げるってやつです。で、逆サイドはこう下がっていくっていうね。で、杉森選手は中に入ってきて、3、4、2、一を形にするんですけど、これなんでこんなことやってるのかっていうのは、はい、せっかくあるんですね、これね。<laughs> これ。 これも3バックにこうスライドしたぞっていう例ですけど、巻いてツートップの時に、もう後ろ3枚いますからね、ただこれ3対2だからいいって話じゃないですよ、これ。こうやって立たれたらボール回りませんから、もう当然、ここ真ん中の人はこうやって深くポジションを取るんですけど、こう後ろでボール回されながらこう行きました、ここ空いてますってこう言ったっていう。で、この時に、これポジションのプレイの話や説明と同じなんですけど、ここの選手です。一応ここ まあ、例でいくと藤田選手ですね。藤田選手、これいました。で、こう内田選手です。ボール持ちました。相手のサイドハーフの選手。もういきなりこれ、2対1です、ここで。で、このまま内田選手がボールを運んでいくと、この選手はもう、行かざるを得なかったの。この藤田選手、フリーですから。で、藤田選手捕まえると、このままずるずるズルいかれますっていうね。で、あるいは、ここにいる小西選手がこうやってくるっていうね。まあ、その時にこうやってきますね。当然、相手のボランチが。 だっったらここをこううんじゃないかっていかてねでそうするとこの相手のサイドバックがもうついてくってなるとここを足こして,てロングパスで通せるっていう、まあ、そういう、まあ、相手にとっては非常に面倒くさいそういう立ち位置を取っていくっていうのが、まあ、この可変式の,あの利点なんですけどねだからわざわざ立ち位置を変えてボールを回していくっていうこ,、まあ、これがオーソドックスなや,やり方です基本的に実は 4−4−2 のチームはすごく多いんでね半分ぐらいいるんかなっていうことで、まあ、これをずっとやってたんですけど こればっかじゃないと相手で、えー、この9節のこの山形戦山形はですね、えー、3バックスでおそらくロドルゲス監督は3421だろうということで、えー、ちょっと手を加えたっていうでこれがまさに2ロでありますこの4バックスタートでさらに攻撃も4バックのまま攻撃しようっていうまあ攻撃4バックのまま攻撃するって言い方変なんですけど まあそれをちょっとトライしたと。山形。まあおそらくなんですが、3、4、2、1と、ロドリゲス監督はおそらく考えたんだと思います。こうなるとですね、ーバックスタート。後ろ2枚ですね。これ3枚回しと違います。2枚。2枚で、ここ1枚。で、おそらくまあこのシャドウの2人はここに来るだろうと。ただしそうなったら、3対2で数的優位ですからね、ここね。これで まあ、ボールは十分回るだろうこことここ真ん中のゾーンで数字で作れるんでこれでボール回せるだろうっていうのがおそらくロドリゲス監督の多分考えたとこだと思うんですがただ実際はですね山形34日じゃなかったです352でした、えー、こういう形ですねこういう形だったんです山縣は。だからこう後ろ ツートップですから。ベタにいがちゃいとなると、このビルドアップの出口もサイドバックのところですね。ここにも開きます。ただ、ボールサイドをこうやってね、出たとき、まあ、こっち側が多かったですね。こっち側。こっち側に出たときに、こうやってずれてました。山形は。これでボールサイドに追い込まれて、意外とボールが回らないっていう時代に立ち上がるようになってましたね。ただ、これずっと行くわけいかないですから、さすがに。 でだんだん山形の足も止まってきましたっていうね。で本当は山形はですねポイントはここの実はウイングバックの選手なんですね。このウイングバックの選手が本当はここでこのボールが出た時に潰したかったんだす。そうすればここ全部詰まってますから逆サイドのサイドバックしかフリーになるところがないっていう。こここのボールサイドに出てここで だなっていう山形としてはそういう狙いがあったと思うんですけどでこれがもし3422みたいなそれこそこういうね内側に絞ってるようなやつだったらこのウィングバック選手がんがんいけるんですただこの山形戦のポイントはこの2人ですまさに西矢杉丸この2人がこういうポジションを取ったんですでこれでこのウィングバックの選手が気になっちゃった いけなくなくっちゃいましたそれでここがだんだん空き出したっていうまあ本当はここ342じゃないんでうまくは本来いってなかったんですけど本当は3枚回してもよかったんですけどねただまあ4枚回してもここにいけなかったんですどうしてもここ遅れちゃうんですでここの高い位置にこの西や杉森を晴らしたおかげで見てくださいここ2人余ってます山形 だからここが2人余るっていう数的優を後ろで作ったっていうのがこのポイントでで後半山形はさすがにこれはいかんだろうっていうことでホーバックに変えるんですけどねでその後とーバックに変えてその後、えー、ずっと山形はホーバックで調子が良くなってますけどもまあそういう考え方ですまあこれたまたまこうね352っていうフォーメーションでしたけどね山形ははい、あ、でそれ以外のチームありますね例えば4231とかワントップの場合とかね まあ、あるいは三さっき言った3、4、2、1とか。まあ、あの、甲府なんかは5、4、四1でしたけど、攻撃になるときあ4、3、3になったりするんですけど、まあ、ワントップとかね。まあ、そういう相手の時にどうするんだっていうね。これ、フォーバックベースの、まあ、2枚回しですね、このビルドアップ。ボルえあ、棒ボもう立ち位置、この3バックですけどね。2枚回しです。相手ワントップですから。で、その時に、こういう、まあ、これ一例です、あくまで。一例なんですけど、 西田選手がが幅上がるこの田迎選手が文字通り偽サイダーバックのようなポジションを取ってこういう立ち位置を取るみたいな。で杉森選手が中入って藤田選手が幅を取って高い位置まで行くみたいな形があったりあるいはこれですね小西選手がここのインサイダーハイの高い位置を取ってそのまま杉森選手が上がっていくみたいな形もあるんです。 まあ、いずれにしても、まあ、これですよね、ちょっとね、あの。いかんせん、ちょっと、か、図がちょっといかん、いかんですね。ちょっとこっち行きましょうか。まあ、三四二一のね、相手、まあ、さっきの。山田戦じゃないですけど。まあ、この高い位置、日射すぎまし高い位置取ると、まあこ、こ基本こうなっちゃうんですね。で、これ交、甲付戦。甲府戦、甲府はもう五四一で、守備の時はね、守るんですけど。まあ、甲戦とかは、もうこうなってます。はい。この時点で。え。もう、三対一です。 もうどう転んでもボールが回っちゃうっていう状態です。これを防ごうと思ったら。こうやっていかないといけないですね。そしたらもう余っちゃいますから。こうでもいかないと難しいんですが、なかなか後ろ5枚のままっていう感じなんで、いくらでもボールが回ってしまうっていうね。感じの立ち位置になってます。だからわざわざこれにしなくていいってことです。もう後ろ2枚回して十分ってことですね。だから、相手のフォーメーションによって、自分たちの有利な立ち位置を作っていくためには。 これででいいいいんんじゃななかっていう話なんですねだから 3, 4, 2, バックっっないってことですだからよくあの,あの試合中にねよくね「今日の徳島フォーメーションとかいろいろ言われてますけどフォーメーション3421とかね、まあ、4231とかもう別にもうここはもう自由っす。やこれこうなってますけどこうやったりもしてますからね。こうやって内側に入ってポイント作ったりとかしてますからね。 でこうやって降りてきてフリー,フリーになったりとかっていろんなポジションを動かしながらやっていくっていうあるいは極端なパターンでいうとですねこういうこともありますねよくあるパターンですよくあるパターンかどうか分からないんですけどこれよくあるなっちゃうパターンですあの5の4四1のチームこうやって並んでますよねでこの中盤のこの4人のラインの間に全部人が立っちゃいます でここ1枚ですからもうでこうやってボールを回ったらこう間に入ってる選手全部使えるっていうそういうやり方ですで食いついてきた時に裏取るみたいなやり方ですこれあのベルディーとかもこれ上手ですけどこういう形ですこれよくあります541で守ってれば固いってわけじゃないっていうのをまあ徳島とかが教えよく教えてくれてるっていうことですねでただこの立ち位置はいろいろ変わるんですけど幅取る選手が 左サイドは西矢選手がねドリブル突破すごいんで彼の突破力を生かそうってんで幅取るのは西矢選手になること多いんですけど当然西矢選手は中入ってサイドバックの選手が外へ行くってこともあるんです大事なのは必ず幅取る選手は必ず1人いるっていうのが決まっていてあとはその立ち位置によって人がどんどん動いていくっていうのがポジションプレーのやり方なんででこれちょっとまあこっちもだからこれ こういう変化がね、起きたりとかするのもそういうことです。これですね、2枚回し。で、3トップは敵のウィングバックを、んあ、これね。敵のウィングバックを仕込み、プラス2の数ー,ーを作ると。対3バック。で、これでポジションで優位に立つっていうのが、あの、式ポジションのプレイのポイントです。で、参考として、ポジション55.6%。今、j a 2で6位ですけどね。まあ、ポジション、もうちょっと上上がってもいいんですけどね。 ただこれ、なかなかこうポジションがもうちょっと上に行くポイントは多分ここですね。ミドルブックからのプレス。どうしてもね、ブロック組んでからプレス行くんで、なかなかボールの回収が難しいですね。ハイプレスでガンガンいってボールを取る回数がどんどん早く増えてくれば、もうちょっとこれは上がっていく可能性ありますけどね。まあ、これはまあリスクをできるだけ下げるっていうやり方が、まあ、今のところのウルリス監督のやり方だとす でこれになってから非常にボールポジションも安定してましたし、えー、長崎戦、今、週に立っているね、長崎戦、快勝ですもう前。後半の56分あたりでもう3点目取って、ほぼほぼ試合決めました。あの試合は、ボールポジションは確か50%切りましたけど、3-0になってから、これです、はい。これで長崎の反撃をストップするっていう、そういう手堅いやり方をしました。 意外とロードクサスは守備は手がたいですね。あんま冒険はしないってい、まあ、これハイプレス冒険ですからね、アルミね。外されたらもう大変なことになるんでっていうところです。まあ、ただ、こういうまあ自分たちの武器を生かしながら今、3位ですかね、はい。いい位置につけてます。はい、であとね、ぜひね、この注目してほしいのはこの西谷選手。まあ、注目してほしい選手だらけですけどね。もう徳島といえばね、なんといってもこの岩尾選手ですけど、もう小西選手ね、この左利きの。 あの山形戦のね、小西選手の声かっていう、ここからこう、西矢が裏に抜けるみたいないいシーンありましたけど、まあ、みんないい選手ばっかりなんでね、まあ、何しろ、こういうポジションプレーをみんな理解してるんで、これできます。一人でも分かんない人にしたら、これって機能してませんから、はい、非常に戦術がもうみんな高いっていう、それを、まあ、ロドリーさんとかは今まで仕込んできたっていうことですね、まあ、ちょっとこれがもう注目、注目なんで、ぜひ見てください。ありがとうございました